今日はですね、美しいメリダの街を散策して、大きいメルカドがあるそうなので、そこで様々なものを買ってみたいと思います。まあ、いいサンダルがあれば買いたいですし、そうですね、実はちょっとサングラスしてますけど、ボクサーじゃないですけどね、若干物もらいじゃないかなっていう、左目がちょっと腫れてるので、サングラスをかけてます。あとは単純に日差しが相当強いので、裸眼ですともう目からも疲れが来てしまうということで、はい、こんな感じでいきます。これですね、メキシカンの特徴的な、多分伝統的な、もう結構おじいちゃんとか年配の方がよく着てますけど、シャツですね。これもここで買ったものではなくて、サンクリストバルで買いました。いいものだと普通に1万円超えてくるんですけれども、これはね、まあそこそこの安いやつです。結構ね、手の込んだシャツで、これもね、麻のちょっとね、気持ちのいい素材です。さて、とにかくメリダはね、街が綺麗ですから、単純にプラプラっと歩くだけでも楽しいですね。めっちゃスタッフいて、なんだろう、ドラマか映画の撮影とかやってますね。まあ、それぐらい絵になる街ということです。明るめのサングラスに変えてみました。ルーカス・デ・ガルベス、このメリダのマーケット、揃わないものはないという話ですので、ようやくたどり着きました。早速中を見てみましょう。